起きろ。あ、今日ヨガでしょ。ヨガじゃねえの。お前ヨガやってるとこ見たことないんだけど。ボクシングステップのコツ。はい。家でね、ボクシングステップ、家トレでやるときにコツ、コツが分からないとさ、どうにもなんねえじゃん。何でもそうだけど、まあね、今日ボクシングステップのコツを公開します。じゃあ、ね、キャサリンに質問します。ボクシングステップのコツは何でしょう。コツをお教えしますって言って、コツは何でしょうって質問されても、うん、もう知る由もないよね。うん、キャサリン知ってんのかなと思ってさ。そんなに別にボクシングオタクでもないし。あ、オタクでもないし、うん。ちょっとまあ、一般の人よりは少し、なんか、うん、情報はあるかなっていうぐらいで、ね、そんなに興味もないし。体重の法則。人のコメントに対して かぶせてきたな。完全に無視するよね。コメントいらなくねえか、はい、体重の法則あるんです。体重の法則、最近なんとかの法則好きでしょ、うん、法則ね。あ、また無視しちゃう。マジで投げるぞこれ。いやよくあるのが、ボクシングステップ、まあボクサーこうやってステップしてます。なぜこういう風なステップができるか、ね、こうやっていろいろやってます。これはまずね、体重の法則なのよ。これどういうことかというと、体重が移動します。体重が移動、ボクシングステップできないでしょ、できない、まあ、初心者のね、あなたは、まあ、どうしてか、体重ずっとこうフラットというか、まあ、こうね、こう移動させないな、こうやってな、こう、わかんないな、わかんない。あ、どこに体重を乗っけていいかわかんない、ね、そうただ最初に君の言ってることがわかんないよ。通訳だから、通訳キャサリンは通訳だから。で、体重を日本語だよね。まずね、やってほしいの、大げさに、まずは前後移動してみよう。こうやってこう前後で、しかもこういうふうなスイング、こういうふうな感じ。基本ね、スイングの法則だよね。ま、うん、っすぐ無視かよ。まっすぐじゃなくて、こうまっすぐ移動じゃなくて、まずはこういうふうに、で、膝をこうやって曲がってね、左足右足、もうその部屋の中でこういうふうに前後、その時にこう、体重が乗っかってない方の足のかかとは浮く感じ、こういう感じ、このぐらい、これで、これはダメ、NG、 離してダメなの、完全に、ちょっと可愛いけどね、こうやって、ほら、ルン、可愛いかないかな、ルンって言ったらさ、足をさ、かげるとかしろよ、面白くねえな、本当に笑いが足りないよ。こう、前後で、これでちょっと前後進むのよ、これでこうスキップする感じ、こういう感じね。スキップは違うと思うよ。1、2、あ、スキップか。1、2、スキップなの、これスキップ。1、2、世の中でさ、スキップできない人いるって知ってる？こういるんだよね。1、2、スキップやってみって言ったら、すんげえ笑う、スキップする人。こういう感じ、歌虫みたいな。こういう感じで前後にスイン、これを練習するので、このスキップのこのスイングの山を小さくするのよ、今度。わかる？で、さっきはこういうふうに大げさにこうやってやって打ってたよね、こうやって、これが小さくするのよ。で、上半身もさ、小さくなる。反復横跳びの縦に出るみたいな。そうで、今度縦やりました、家の中で。いいこと言っても無視だしな。で、今度は横やるのよ、横にこう右側までだったらね、こうやってね、最初大きくこうやってこういう感じ。あ、なるほどね。で、このスイングが今度同じように小さくするの、この横も小さく、足もね、小さく。さっきのスイングがこうちょっと速い感じか、これが大きいパターン、これ小さくする山を小さくするって意識して横にやってみる。なるほど、で、今度は回るのよ。それで？いや、最初スイングで、ゆっくりゆっくりこうやって、ルンルンルン、蜂が飛ぶって。全然違うけど、蜂は飛ばないし、ルンルンでもないし。感じで、ルンルンルンで、まあ右一周、左一周ぐらいの感じ。ゆっくりこうやってほら、こう大きな山でこうやって。これ、狩りに行ってるけど、捕まらない人みたいな感じだよね。よくわかんないけどこういう感じで、これ家の中じゃないと、公園でやると変な人と思われるから。そう思う。だから家トレなのよ。あ、なるほどね、家トレだからこそやれる、そうできる、
恥ずかしさで今度今のを山をまた同じような感じでちっちゃくしていくこうやってほらちっちゃくしていくこうやってちっちゃくしていくだん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 ちっちゃくしていくこうやってさっきの大きな山をこれちっちゃくしていくちっちゃくちっちゃくでだんだんちょっとスピードつけてねこうやってほら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 できてるねできるでしょできる、うん、ツボとコツを押さえればボクシングステップはまずはできるのよなるほどね、うん、これを練習するのが嫌だからまずこの前後左右右一周左一周、はい、まずこれを練習する、まあ、前後でこう左右でこういろいろこう今度混ぜこじゃの法則なのよ混ぜこじゃの法則もう法則いいわうんこう、まあ、前後あこうやって前後かあ横かあ回るかあ回るか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 あそうか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 ってやってるうちにコツが分かってくるのよコツが分かってくるとこうどうなるかっていうと今度自分なりのステップができるのちょっとああステップは無限ってやつな、うん、こう残したりとかこう残したりとか あこうやってやればいいんだなっていう足の使い方が、ね、分かってくるのかあこうやって回ればいいんだ前の足が逆に立って変えられたりとか、そうなったりとかこうやったりとかさこうやったりとかいろいろこう足のステップが自分であこうやってやればいいじゃんっていうのがリズムっていうかなコツが分かってくるリズム の、うん、あの使い方がなるほどねそうすると自分のあこうやって動けばいいんだっていうのが分かって家の中でできるようになってくる畳一畳スペースよ一畳ちょっとかな、うん、こういう風にして、ね、家でね練習をするといいですよとまあ時間にしてそうだなまあ3分ぐらいは目安に今ちょっとやっただけでも上がるもんね上がるでしょ上がるっていうか上がるんだよこれすごい足より疲れますからね疲れるからこうなるべくこう水分もね用意してあそう、ねうん、水分用意して家の一度もすべてこう前後左右回る回るができたら今度ランダムにバラ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 呼吸は普通にしてていいわけあいい質問ですね呼吸呼吸はねまた無視した、うん、普通にしてていい普通にしてていいもう意識せずに呼吸してていいのね、うん、だってこれなんかいや、うん、早く動こうと思うと息止まっちゃったりとかあ止まる止まる止まる、うん、止まる止まる、うん、止まるから、まあ、フットワークも一緒でこう早く動こうと思ったらちょっと止まったりするんだよ、うん、で止まってでゆっくり動く継ぎ目の部分っていうかなこう早く動いた早く動いたこれ息吸う息吸う息吸うこれ早く動いた早く動いた早く動いたこれ止まってるけどまたここからそこはちょっとこう吸うっていうこのね息の息継ぎの仕方も分かってくるのあ動いてるね、うん、あの水泳と一緒でずっとこうやったら死ぬじゃんまあ死ぬ死ぬどここう息継ぎをねうまくこうバランスを取れるクロールださクロールクロールクロールそれが行き過ぎだそうだなアズマがスマールキャサリンのこう視点からフットワークコツステップのもうないもうないもう特にない、うん、これじゃあ目線は目線どこ見てるあいい質問だねまたでしょ、うん、目線なんかちょうだいあとであのチョコレート買ってあげるいらん目線はそんな好きでもねえし最初はさ、まあ、ボクシングだから、うん、まあ相手が前いるじゃん、うん、こうまあ前見るっていうかなこう相手こう相手ここにいる、うん、それをまあいる体でいる体で家の中でこうやって動いてる、うん、でたまに母ちゃんが入ってきて目が合って何してんのって言われる感じボクシングって、ね、そうそうでこうステップの法則こう前今日前見るできるだけ前自分の体の正面に相手がいるっていう想定でやるってこと、うん、そう前いるだけど、うんずっと前いても前だけじゃなくてちょっといろんな目線をね使ってまあ例えばこう向いててこうやってやったりとかさたまにあのメールだとかでやったりするのだけどこっち向いたらねこっちいるんだよ相手はいるんだけどこうやってこうやって振ってみたりとかさそれはもう上級ラインだよね、うん、だからそういうふうなのもでも家の中でやってみると面白いと思うよ。ああ、まあ。うん。これトイレットペーパーをさ、ガーッと積み上げて、こう、仮想メイウェザー一本をこう積み上げて、こうやってこうやったりとかさ。うん。あ、こう、こうやってあるとかさ。家の中で。これでもう。で、最後に、フットワークには、ステップの最上級には、正解はないから。もう自由だから。自由、自由ね。自由。自由じゃないよ。自由ね。そういう感じで自分のあなた自身のステップのコツというかなステップを作り上げてくださいはい何下の概要欄にマンツーマンボクシングのホームページが載ってますそのホームページをクリックして
でお問い合わせを求めとんでマンツーマンボクシング詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。もしくはインターネットでマンツーマンボクシング宮上というふうに検索をして、そしたらホームページが出てきます。そのホームページをクリックしてお問い合わせを求めとんでマンツーマンボクシング詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。